ヘルミガンマセム宇宙望遠鏡のシールド開発のために、ライス大学で使用されたライトガスガン、初速秒速 7km を出せるライトガスガンとは、物理実験で用いる非常に高速な飛翔体を生成するための装置であり、現在研究中の新型火砲でもある。通常は隕石などが衝突したクレーターの形成などの高速衝撃に用いられるほか、 マスドライバーへの適用が検討されている。ライトガスとは、水素やヘリウムなどの軽ガスのことである。1、ボルト2、チャンバー3、プロペラントチャージ4、ピストン5、ポンプチューブ6、軽ガス7、ラプチャーディスク、破裂板8、高圧カップリング9、弾丸10、重心アーノルド空軍基地にある研究用のライトガスガンライトガスガンは、スプリングピストンを使った。 エアソフトガンと同じ原理で動作する。体系ピストンが加速される弾丸を含む、小径重心を介して、機体の作動流体を強制的に圧縮して、弾丸を加速させる。直径が減少することでエネルギーを圧縮しながら、速度を上げるように機能している。普通のエアガンでは、大きなピストンはスプリング、または圧縮空気によってエネルギーが供給され、作動流体は大気である。 ライトガスガンでは、ピストンは火薬で作動し、作動流体はヘリウムや水素などの軽いガスである。水素ガスが最高の性能を発揮するが、安全性の問題からヘリウムガスが用いられる。中にはピストンを用いずガスを加圧するものもある。通常の火砲では、砲弾は前後の圧力差によって加速される。圧力波は、 排出中の音速よりも早く電波することができないため、砲弾を加速させることができる速度は、火薬の燃焼ガス中の音速が上限になる。排出中の音速を上げるための方法の一つとして、機体中の音速が機体の平均分子量の平方根に反比例して大きくなるのを利用するというものがある。そこで、分子量の小さいガスを砲弾を加速させるための、 作動流体に使ったのがライトガスガンである。ヘリウムガスは大気の3倍、水素ガスは3.8倍の音速を持つ。ガンパウダーの燃焼ガスの平均分子量は22前後なので同じ温度条件ではヘリウムガスは3.324、3倍の速度を達成できる計算になる。実際にはヘリウムガスは気熱容量や熱伝導率などの点でも優れているため、 火薬の燃焼ガスよりも大きなエネルギーを電波させることができ、理論上の上限は7.8倍になる。レールガンなどの電磁法は、理論上は投入エネルギーを大きくしていけば、アコウ速まで加速できる。しかしライトガスガンの場合は、物理的に水素ガスより分子量の小さい物質が存在しないため、水素ガスを使用した場合の理論上の上限値が、 秒速1 1トルとなる。このため、マスドライバーとして使用するためには、ライトガスガン単体での宇宙速度の達成は困難で、あり、ロケットなどと組み合わせる必要がある。現用のレールガンのような投射方式と並ぶ、一般の下記を大きく超えた高所速を得られることから、前述の高速飛翔体が起こす、物理現象の実験に用いられるほか、応用案も出ている。 ユトロンインク s 4 5 m m ンユトロン車が軍用として、合計 45mm 及び 155mm の燃焼系ガス銃と、実際に宇宙に打ち上げる砲弾を装填する直径 1m の第2段階からなり、メタン空気の混合技の燃焼、爆発で、第1段内にあるピストンを、ピストン運動させて、水素ガスを圧縮。この水素ガス内に発生した衝撃波を、 第2段階に装填されたコンテナにぶつけて発射する。この方法では、コンテナは最大 3700G で加速され、秒速 5.8km に到達。さらにロケットブースターを点火して、大気圏外の低軌道に到達する。宇宙空間に設けられた施設ではこのコンテナを捉える。ための網が用意されており、ここに溜まったコンテナを回収。 中に収められた宇宙ステーション等で消費される物品を取り出すというシステムになっている。なお同アイデアではロケットにてキログラムあたり数千ベイドルという物資、輸送コストが300ベイドル程度に抑えられると見ており、軌道エレベータ建設までの過渡期的に利用されるものと見られている。ありがとうございます。